振るね。いつもそんな感じ、ふっとしたら、ね、でかいね。練習いつも何時間ぐらいやるの？練習は結構短めにするのを心がけて、短い時は30分で、ね、長くて1時間半ぐらいです。こんな感じでやると、こんな感じだよね。もしもりだから、腹筋引いたら見せた方がいいって言われて、腹筋にも力入れたまんま、目広がりが、腹筋力入れても出るんだなって。そのアウトライン重視じゃなくて、しもり重視で。まあ、上広いからね。バキュームする必要はないってことでしょ。これだけ広ければね。負けようがないですね。ハントラインだよね。それで審査員の目を引いた方がいい。かなりの構成感ですね。いつの間にかできるようになって、まくりましたね。ローストリクトエドやったら、ちょっとすごすぎるよ。重たいと軽いのでやるの。そうですね。怪我はないの？それで。あ、そうです。怪我も一番怪我しないように気をつけて。そうですね。無理な。そうです。工事量工事量のやり方あるからね。ちょっとでも腰とか関節に違和感あったら、まあ、休むようにして、休むというか痛くないトレーニングして。週5回ぐらいやってるんですか？週5から7回ですね。そしたらでも疲労残るね、結構ね。そうですね。だからそこが、まあ、床引きデッドとかフルスクワットもやるんですけど。うん、デッドをやった日は、やった週はスクワットはしないとか。4分割とか5分割ぐらい、5分割になるよね。はい、そんな感じですよね。はい。